アデライド男・イード・ダンジュまたは、アデラ・イード・ブランシュ・ダンジュは、ジェボーダン及び、ホレ・ハク夫人、トゥールーズ・ハク人、プロバンス・ハク人、ブルゴーニュ夫人・ハクフジ及び、アキテーヌ王妃。960年代には、息子が、幼年の間ジェボーダン摂政となり、994年から999年までは、義理の息子が、幼年の間プロバンス摂政となった。 アンジュー・ハクフルク・ニと妻・ジェルベルジュの間の娘で、ありジョフロは一世の姉妹にあたる。その後どの結婚は、アンジュー家の財産の増大につながった。アンジュー家は、当時権力を拡大させつつあり、アンジェルジュ家の三世代目として、アデラ・イード・ブランシュは、西、フランクの高い身分の古い家柄と婚姻関係を、結ぶことができた。最初の結婚は、 東アキテーヌの有力な貴族、ジェボーダン及び、フォレハク・エティエンヌと出会った。アデラ・イドは、当時15歳ほどであり、エティエンヌはそれよりかなり年上であった。それでも、二人の間には少なくとも三人の子が生まれた。エティエンヌは960年代初頭に死去し、エティエンヌの死後、息子ギオーム、ポンス、ベルトランの摂政として、領地を支配した。 アデライドは二人の息子が自ら統治できるように、なるまでゼボーダン及び、フォレを統治した。さらに、975年の長子、ギオームの死後は、その幼い息子、エティエンヌを育てた。兄弟のギーは、975年に、地元の反対の中、ルピュイ主教となったが、ギーの求めに応じ、ルイコールピュイにおける、神の平和運動を確立させるため、アデライドは、 息子ギーとベルトランに代わって軍を率いてギーに協力した。982年に二度目の夫トゥールーズ・ハクレーモンと死別したアデライドは西フランク王ロテールのコルイと結婚した。二人はブリュードでアデライドの兄弟ギーによりアキテールを及び王妃として退官した。二人の仲はうまくいかず、この結婚は一年しか続かなかった。二人は 年齢差も大きく、ルイは15歳で、アデライードは40歳を超えていた。アデライードは、ロテル王との間が不安定な状況にあると感じたが、プロヴァンス博義王ム一世により救われ、二人は984年頃結婚した。プロヴァンス博義王ムは、アビニョンで、修道士となって間もなく994年に死去した。10 10年、フランス王ロベール二世は二度目の妻で、 アデライドとプロヴァンス博義王無一世との間の娘コンスタンスダルルとの婚姻無効の許可を得るためブロワ博ウード二世とローマに赴いた。教皇セルギウス四世はアンジュ博と親しくこの婚姻の解消を許さず、またモンマジュール修道院の領地の統治に関するアデライドの主張を支持した。パースにおけるそれらの領地はプロヴァンス博義王無一世とその妻、 アデライドにより寄付されたものと、ギオームの父母ソにより寄付されたものであった。これらの領地に関する論争は、ネビロング家の四兄弟が起こしたものであったが、教皇、セルギウスは、もしこの要求を取り下げなければ破門すると脅した。この要求は取り下げられ、領地は、息子プロヴァンス博ギオーム二世の摂政であった、アデライドの支配下に留まった。アデライドの墓がある。 モンマジュール修道院5度目の結婚は、ブルゴーニュ博、オット・ギオームと出会った。オット・ギオームは1026年9月21日に死去し、アデライド・ブランシュも1026年に86歳くらいで死去した。アデライドの没年についてアビニョン近くにある、サンタンドレ修道院の層あるのが記録していることから、アデライドの死去したちはおそらくアビニョンであると考えられる。 アデライドは、アレル,ル近くのモンマジュール修道院に葬られたが、そこは当時プロバンス博下の墓地であったと考えられる。最初に、955年頃、ジェボーダン博エティエンヌと結婚し、以下の子女を設けた。二度目に、975年、トゥールーズ博及びゴキアコーレーモンと結婚した。レーモンは978年に死去した。二人の間には、子供が少なくとも一人いる。 三度目に、九百八十二年、後の西フランクをルイ五世と結婚し、二人は、アキテーヌ王として退官した。しかしこの結婚は後に解消された。四度目に、九百八十四年頃、プロバンス博ギオーム一世と結婚した。最後に、ブルゴーニュ博、トギオームと結婚したが、夫妻に子はいなかった。ありがとうございます。